スマホロトムがパッドになって登場。さあ、ポケモンリサーチに出発だ。お、ホゲータを探す調査だ。マップからホゲータのいそうな場所を探して発見。図鑑に登録するためにミッションに挑戦だ。揃えて成功。ペンを使ったいろいろなミッションでポケモンを図鑑登録。ホゲータ、炎ワニ、種類を分けたり料理を作ったり隠れたポケモンを探したり音でポケモンを呼んだりずらしてパズルを完成させたり登録。ペンだけじゃない、カメラで色を探してえい発見。どんどん図鑑に登録しよう。収録ポケモンは800匹以上。他にもポケモンと遊んだりお絵かきしたり、フリード博士のポケモンゼミやポケモン図鑑クイズも。ふわふわの体毛は植物に近い。楽しい機能は全部で29種類。図鑑をコンプリートして目指せポケモン博士。さらに別売りのバトルでゲットモンスターボールと連動。カメラでモンスターボールのコードを読み込もう。スキャン成功で詳しい図鑑説明が聞ける。ソーブレイズ、君もポケモン博士、スマホロトムパッド。